7月25日、東海北信越リーグ6試合目が行われました。前日に石川ブルースパークスと対戦し、77対75で勝利しました。撮ってるんですか？昨日の試合ですか？苦笑いの試合です。まあ、一応勝ったのは勝ったんで、でもやっぱりあんまりいい内容ではなかったのかな。なんで今日修正してしっかり4連勝して名張に帰ります。対戦する相手は愛知県で活動するチーム星崎です。第1クォーター、追いつ追われつの接戦を繰り広げます。2対17でわずかにリードします。第2クォーター、積極的にシュートを狙うもなかなか決まらず、3分30秒過ぎ逆転されてしまいます。必死に食らいつきますが、30対36、リードを許してしまいます。まあ、毎回あえて言うとけど、戦術うんぬんじゃなくて、結局ボックスアウトやってない、シュートチェックいけてないっていうのは結構回数多いから、もうこれはやっぱりゼロに近づけるに越したことないから、ほんま徹底してやろう。よし。第3クォーター3分30秒過ぎ、石川智也選手がフリースローを3回決め、37対39、2点差まで追いつきます。
第3クォーター残り2分14秒で上原選手がフリースローを2回決め、ついに50対49で逆転。接戦のまま試合は続き、53対52で第3クォーターを終えました。第4クォーターも両者譲らぬ攻防となりました。心配なのはポストアップされた時に今フェードウェイシュート打たれたりしてるやんか、あれを追いかけていってバス感が怖いから、まあ、あれはいいからね。残り 4.6 秒、必死に点を狙いますが届かず、65対65で延長戦へ突入。Yeah.
残り10秒、最後のチャンスを狙います。シュートは惜しくも入らず、76対78でランポーレ三重は勝利を手にすることができませんでした。どっちそっちへ。